デイリービルの山田です。本日は一人でお送りします。冒頭で、私から、視聴者の皆さんに、一つご報告がありますというのもですね、デイリービルは毎週土曜夜8時20時から、YouTube とニコニコ同時配信で、ライブをね、生放送を放送してまいりましたが、それは、これからも続けてまいります。なんですけれども平日にもライブを行おうと思います。今のところ水曜の夜を想定しておりますが、具体的な時間としてはですね、まあ、7時半、8時ぐらいから1時間2時間の生放送をねお届けしたいと思います。基本的に私プラスどなたか、まあ毎週土曜日に加えて水曜日ってもなるとね、なかなかこのゲストをお招きするのも難しいかもしれませんので、まあ、最悪私が喋ることになるかもしれませんが、おそらく来週か再来週にはスタートしようかと思っておりますと。お楽しみに。予告です。それだけでもなんなんで、東京都知事選の話をしてみようと思いますが、投開票がね、7月7日、七夕のね、日に控えているわけですが、まあ、小池百合子氏、まあ、参選へ向けて、まあね、出馬するんじゃないかと言われていますし、あと一番、今注目されているのは、立憲民主党の蓮舫氏ですかね。立憲民主党、まあ、立憲無所属で出るとね、言っていますけれども、まあ、なわけないですからね。立憲民主党と、まあ、共産党にもね、挨拶していましたが、まあ、立憲共産党の支援を受けるんじゃないかなと思うんですが、まあ、東京15区、4月28日にね、補選がありましたけど、そこで、立憲共産党、事実上立憲共産党の組織票でね、酒井夏美氏が、まあ、4万、数千票、まあ、5万弱、獲得して、まあ、小池百合子氏が支援した乙武氏が2万に届かなかったっていうところなんで、小池陣営としてもね、この蓮舫氏っていうのは相当脅威なんじゃないかなと思いますが、早速蓮舫氏やらかしてくれまして、というのもですね、これまあ SNS 等々で、話題になってるんですけれども、あの公職選挙法に完全に違反してるんじゃないかという、というのもですね、これあの、テレビで映像も流れてるんですけど、まあもちろんね、著作権の関係から、ここでは直接はね、流せないんですけれども、例えばですね、蓮舫氏が、これ有楽町でね、これ演説をしてるんですよ。で、そこで、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援をどうかよろしくお願いしますと。で、続けてですね、これ枝野幸男さんがですね、みんなで蓮舫さんを勝たせましょうって、ね、力強く訴えてるんですけど、デイリービルの視聴者の皆さんにおかれましては、まあ当然のごとくね、ご存知かとは思いますが、これであの事前運動にあたるんですね。国政、衆院参議院選挙では、公示って言いますけども、これ地方自治体のね選挙ではまあ告示ってなってるんですけどもね、まあ実質同じですわ。で、告示された後選挙期間であれば、清き一票をお願いしますと言っていいんですけれども、その前はダメなんですね。これ候補者全員の公平性を保つために、これ選挙機会になったら一斉にスタートしましょうじゃないかという、これ当たり前の制度なんですけれど もう早速違反しているという。で、蓮舫は挑戦を決めましたとかだったらいいと思うんですけども、これ特に枝野さんのみんなで蓮舫さんを勝たせましょう、これは完全にアウトですね。蓮舫氏の周りにこの選挙のプロアドバイザーがいないものかと。てか、それ以前の問題ですよね。まあ、プロアドバイザーというか、これ、なんか、高校生でも知っているような、明らかな事前運動、アウトなので、蓮舫さん、早速、こう、爆走してくれてますよね。4月末の衆院補選の、島根1区では、亀井彰子氏、これも立憲民主党の候補ですけどね、立憲民主党の亀井彰子氏が勝利しましたけれども、でそこでも、テレビ朝日、もその亀井氏の密着、まあ、ルポのような記事の中で思いっきりこの亀井彰子氏があの個別訪問、有権者に個別訪問していたっていう記述があって、それを、テレビ朝日がその SNS で指摘されて慌てて消すっていう事態ありましたけれども、このメディア関係者もそうですけど、立憲民主党の応援している人たちって本当そのあたりのリテラシーが低い、レベルが低すぎるなと思いましてね。私普段こういう人たちを相手にしているのかと少しがっくりきましたけれども。で、ただですね、その亀井氏にしても蓮舫氏にしても、立憲民主党共産党の人たちっていうのは、メディアが自民党ほど自分たちに対して厳しい批判をしないっていうのが分かっているから、まあ、ある種こう、大ごり余裕みたいなところがあるかもしれませんね。立憲民主党の国会議員の中に、有権者に酒を配っていたという議員がいましたけど、これも非常に軽い処分で済まして、ただ地上波、大手新聞、さほど問題しなかったですよね。なかったことになってますけれども。で、実際、
田崎史郎さんがその酒を配った議員の疑惑についてモーニングショーで玉川徹さんにね聞いたわけですよ。これ自民党も裏金問題あるけれども立憲民主党もこの金の問題あるじゃないかとしたら、玉川氏はいや立憲は大丈夫なんですと意訳するとですね、自民党今権力は自民党にあるんだから立憲民主党のそういう細かい問題はもう不問でいいんですと、今は自民党のスキャンダルに集中しましょうというようなね、これ意訳ですけれども、詳しくは、玉川徹、田崎立憲民主党で調べてみてください、はい、玉川徹氏のようなね、テレビ朝日、完全にね、公平中立を書いた放送法4条にね、思いっきり反しているメディア人がいるからこそ、お蓮舫氏、枝野氏もね、堂々とこの有楽町でね、蓮舫氏をぜひお願いします土地にしようじゃないですかとね言えるのかもしれませんが、ただですね、意外にこの蓮舫氏出馬に対してはですね、大手メディアだからそこまで優しくなくてですね、例えばワイドナショー、フジテレビ系のかつて、松本人志がね出てた番組ありますけど、そこで真鍋香織さんという方がね、出演されてまして、そこで非常にこの真鍋さんがね真っ当な喧嘩を述べてるんですよ。蓮舫さんが出てきたことによって国政の構図がそのまま都知事選にも流れてきちゃっているような感覚になって、都民としては選挙に対してのテンションがあんまり上がらないというかと、自民党の裏金問題があって野党がわーって言うけど別に文句しか言ってないみたいなのがもううんざりって思っているところに都知事選でもそうなのかみたいな、蓮舫さんがいることによってその構図でやらなきゃいけないのかなと。いやこれはね、もう真鍋さん、私もですね確か10年ほど前でしょうか、一度神楽坂でねお見かけしたことがあるんですけども、非常にこう聡明な、ね、方だったと記憶しております。そう、もちろん小池百合子氏、このデイリービルでもめちゃくちゃ批判してますし、岸田自民党めちゃくちゃ批判してます。ですけれども、なんか蓮舫氏に比べたらなんか全てがマシに見えてしまうというねマジックにかかっているわけですけれども、この真鍋さんの指摘はもうその通り、蓮舫氏その、ね、出馬しますと、その会見を開いた時に反自民非小池で自分は行くと、でその小池都政をリセットする、なぜならば小池氏は8年前7年前最初は小池旋風吹きましたね、希望の党、あの時は、まだ良かったと、ただこの8年間7年間のことで続くことによってこれ自民党政治の延命に手を貸していると、だからそれを倒すために私は都知事選に出馬しましたと、っていうのはもう国政でやってくださいというか、国政ではなくモーニングショーでやってくださいと。で基本的に蓮舫氏人の批判しかしていないじゃないかという声がですね、これ大手メディアでもね結構扱われるようになりまして、と思ったらですね、蓮舫氏がまあ今までのこう自民小池に対するネガティブキャンペーンから切り替えたのが事業仕分けをやると言い出したんですよね。でまあ蓮舫氏の代名詞ですよね、事業仕分け、まああのおかげでねもういろんな現場は迷惑を被ったわけですよ。まあ一番わかりやすいところが、まあスパコンですよね。2位じゃダメなんですかと。いや、スパコンっていうのは1位じゃダメなんですと。必殺仕分け人と呼ばれた経験をアピールしながら、東京都の一般会計予算だけで 8.5 兆円あることに触れ、8.5 兆円、洗いがいがあるんじゃないでしょうかと、不敵な笑みを浮かべ、事業仕分け再来に意欲を見せたと。都庁のね、新宿の都庁のプロジェクションマッピング等々がね、批判されてますけれども、確かにあのあたりは別にやらなくていいんじゃないのと。思いますけども、本当に仕分けてほしいところには絶対に、手を入れないと思いますね。例えば今空お金さんが追及されていた、若草ボンドパップスコラボ、まあ、あの問題あるじゃないですか。小池都政の下でそういった、マイノリティ、いらない不必要なマイノリティ政策、まあ、いわゆる公金中中と言われてるやつですね、そういう公金吸い上げスキームみたいなものが放置されて、で活動家の話になっているとすれば、蓮舫氏の場合はもちろん立憲共産党に事実上支援されているような形なんで、お仲間であるそういった活動家にむしろそこの予算を増やしかねないというようなね、これ民株なので、これはもともと楽天のねサイトなんでしょうか、ここで政策アナリストのね渡瀬優也さん、ビルにもね、何度も登場いただいたことありますが、渡瀬さんがすごい非常に興味深い、これ連載を開始されるんですかね、これそう第1回ってあるんでね、おそらく連載だと思うんですけれども、立民共産が共通して掲げる新三大公金中中組織っていうので、この立憲民主党と共産党が2021年前回の東京都議会議員選挙にこれほぼ同一の内容を掲げている新組織、新箱物、新予算っていうのがあると。でそれを新三大公金中中組織と命名する
で東京都知事選を争点とすることを提案したいとね、非常に興味深いことを書かれているんですが、その三大公金集中組織とは、気候変動都民会議、ジェンダー平等推進局、東京都平和記念会館、もう説明するまでもなく、もうね、ザって感じですね。気候変動都民会議、ジェンダー平等推進局、東京都平和記念会館、うん、いいですね、香ばしいですね。小池都政の下で、その新築一戸建て屋根の上に、ソーラーパネルをね、敷くなんてね、政策愚策を軽く超えてきそうな。例えば日本共産党がその前回の都議選の重点公約という、ね、リストがありまして、その中に温室効果ガス排出量多い大企業に対し、と独自に、炭素税を超過課税します。炭素税、これはですね、岸田総理もびっくり。これをして何の意味があるのかと、まあ、何もないというかマイナスの意味しかないんですけども、これあれを思い出しますね、身延都政ですね。確か町山さんかな、あの町山富弘さんというあの映画評論家って言っていいんでしょうかね、あの進撃の巨人の映画化の脚本書いて大こけしたあの町山さん、進撃の巨人というあの超名作に泥を塗った町山さんがですね、確か身延都政は素晴らしかったというようなね、ことをツイートされてたと思うんですけれども、共産主義にシンパシーを抱く人たちにとっては身延都政が良かったんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。蓮舫氏に関しては、確かあの今橋本徹さんも結構蓮舫氏にね、結構噛みついていて、まあ、小池氏にしてももちろんね、岸田政権、自民党にしても雑誌ウィル、デイリーウィル、まあ、基本的に批判というか、まあ、常にこう厳しくね、監視するスタンスで扱ってますけれども、まあ、蓮舫、立憲共産党が出てきたらもう全ては霞んでしまうというね、まあ、ただ実際いわゆる蓮舫氏が出馬する前、この保守派、やっぱりもう小池参戦はもうとんでもないと、絶対小池だけは引きずり下ろさないといけないというふうに決めていたのに、蓮舫氏が出馬すると分かった途端、あれですね、私も含めてですけど、これちょっと蓮舫になるくらいだったら小池っていう感じになっちゃってますよね。まあ、こっから、告示までに、まあ、時間があるので、もしかしたらまた別のね、新たな選択肢が増えるのかもしれませんが、どうでしょうかね。まあそのあたり期待しながら、東京都知事選七夕ですけれどもね、はい、注視していきたいと思います。重ね重ね、冒頭で申し上げましたが、デイリービル、土曜の夜、ニコニコと YouTube でね、同時、生配信しておりますが、それに加えて、水曜日、これはニコニコなのか YouTube なのか、まあ、簡単な操作でやりたいので、おそらく YouTube ライブだけになるかもしれませんが、水曜の夜に新たにライブを始めたいと思います。おそらく来週か再来週、今は締め切り、雑誌の締め切り前のね、少し忙しい時期でもあるんで、なかなかバタバタしていて、もしかしたら、予定通りにはね、始まらないかもしれませんが、まあ、そのあたりお含みを聞こうと。ありがとうございました。近藤さん、収録お疲れ様でした。ちょっと唐突な質問なんですけれどもよくこう無人島にあなた連れて行かれるんだったら、はい、なんか一つだけ持って行っていいですよ、はい、だったら何持っていきますかってあるじゃないですか、うん、ありますね。で、まあ、スマホとかね、あ、なんか火つけるためにマッチとかありますけど、近藤さんは、私はじゃあ電動自転車。電動自転車、はい、その心は、その心は電動自転車のバッテリーがついているので、なんかバッテリーで、スマホも充電できるし人呼べるかなみたいな、なんかすごいスマートな回答、はい、でしたが、はい、私に聞いてください。山根さんは無人島に連れて行かれるとしたら、そしてその時に何か持っていけるならば、何を持っていきますか。私やっぱりサバイバルじゃないですか、うん、サバイバル生活を送る上で、やっぱりね、イカダとか作ったりとかね、こうなんだろう、こう魚とかを取ってきたり、調理したりとか、そうだ、この間鮭ね、美味しく召し上がってたから、まあね、刃物が必要だと思うんですよ。おお、でノコギリってあったらいいな。確かに、あ、ノコギリあったら何でもなんか切ったりできるからね、いいですね、みたいなことをねずっと考えてたんですけども、ついに、はい、あ、これだっていうね、商品出会いました。
一生に一度の出会いを果たしたんですね、はいはい、で今回、はい風と雪コラボで紹介させていただくのがこちらですね、うんうん、じゃんユーチレスユーチレスハンディの小切り。おお、うん、山根さんがやっと出会えたノコギリですね、これね、はい、普通のノコギリじゃないですよ、うん、っていうのも、うん、これ近藤さんもね手に取って見ていただければ、はい、これねシュッと異様にあ、待って軽いそう軽いでしょう、うん、最初の感想軽いなんですよ、はい、でそしておしゃれおしゃれ、うん、で手が小さくて、うんうんね、力が弱い方でも、うん、私でも、はい、あ手に馴染む、うんでこれ色別にこの、ねはい、3種類分かれていてこの青いのがクラフト用、うんうん、段ボール切るときとかそう段ボールとか、うん、いいかも多分おそらくねクラフト用が一番使う機会が多いんじゃないかなと、うんうん、でこのピンクがメタル用、はい、メタルかっこいい、うん、金属ってことですね金属ですね、うんうんはい、でこの緑がウッド、はいウッド、まあ木ですね、木製品、はいまあ、木の枝とかね、うん、邪魔な木の枝とか、うんうん、お庭がある人はいいかも、うん、でこれカバー外すと 70g なんですよ、うんはい、100g に届かないめちゃくちゃ軽いますよ軽いえ、うん、本当に軽いでこれ 25cm、うん、でカバーつけても 26cm 収納できます、うんうん、あ本当だで老若なんよね特に女性、うんうん、ああ助かります、うん、まあ近藤さんも日本の母をね自称されてますけれども、はい、まあいろいろ家事とかで、はい、まあその片付けそうです、ね、掃除をするにあたってもうこれ使わないなとかまあ段ボールとか、うん、そうあの娘たちがね、はい、推し活グッズをすぐ注文するんですよ、こんなちっちゃいのにこんな大きい段ボールで来ますでしょ、だからね段ボールを捨てるときにこう畳んで、まあ、持っていけばいいんですけどかさむでしょたくさん量があると、そういうときにちょっとこう切ったりとかするのに、普段ハサミでやってるんですけどもう痛くなっちゃうんですよね手が、これいいですね、はい、でこれ風と雪といえば、うん、これね、はい、日本製、はいね、日本の企業、日本企業を応援するというコンセプトでね、はい、全くその海外の粗悪品は使えませんよというコンセプトでね、はい、非常にこのデイリービルと親和性が高いわけですけれども、はい、こちらももちろんね信頼の日本製です、はいはい、兵庫県の川辺精密工業株式会社と、うんね、でこれ料金がこれ1本税込み3520円、うん、安いでしょ、うん安くて使い道もたくさんあって軽くて手も使われないしこれってインスタにも載ってますよねきっとねそうですね、はい、紹介されてますあ、ありました、うん、いろんなね、うん、切り方こういうものを切れますよっていうのを紹介されてるんです、はい、これはこの木の枝みたいなところですかね枝ですねこの緑の方ですね、はいでまあ、古くなった絨毯も、まあ、結構大きかったりするのを、ねうんうんうん、そっか処分するときはちっちゃくするのに、はい、今こう断捨離とかね流行ってるあその時も大活躍するんじゃないでしょうかそうですね素敵でもこう見てても本当にあのノコギリって、うん、こう怖いイメージが私普段子供のね、はいはい、支援にいるので、こう物から得るイメージって結構大事なんですよでもノコギリって怖いイメージがあるんですけど、はい、これだとねおしゃれで可愛いからお家にあ子供の手の届かないところにちゃんと収納して使うっていうのとてもねいいなって思います、あともう本当にいざとなったら、うんまあ、防犯用本当ですねなんかね空き巣とかねありますよね、そういう時に戦えますね戦えます日本のために戦えますね、あと全くこのコギリ使う用途ない方でも、うん、確かにこれインテリアとして、ね、ちょっと飾っておく飾っておいたらおなんだって玄関に飾っておく、防犯対策で、いいかもしれない、ね、いいかもしれない、はいはい、といったところで、はいはい、本日紹介したユーティレスハンディの小切りは動画の、ね、概要欄に購入リンクを貼っておきますので、はい、ぜひお買い求めください皆さんもね DIY 防犯対策等々ね、はい、ご活用いただければと思います、はい、近藤さんありがとうございましたありがとうございました。